僕は日本を変えることができないと思っています。この通りですね。僕は日本を変えることができないと思っています。でも僕は僕らの一歩が日本を変えるという団体の代表をしています。僕は日本を変えることができない。でも僕らの一歩は日本を変える。 一見矛盾していますね。僕は戦略、情熱、スピーチ。この三つを活かし、僕と僕の仲間とともに人生を歩んできました。ではここで少し僕の自己紹介をさせていただきたいと思います。はい。青木山と申します。皆さん何歳ぐらいに見えますか何歳ぐらいに見える ?30 歳ぐらい。 そう35歳ぐらいによく見られるんですけど実はまだ19歳です <laughs> ですよねですよねびっくりしますよね <laughs> で今まだ大学1年で今は慶應義塾大学の法学部というところに通っていますで僕は2012年の4月に先ほど言った「僕らの一歩が日本を変える」という団体を立ち上げ実際に全国から高校生を100人集めて国会議員の方との討論会を国会議事堂で主催したり それ以外にも全国を回って、実際に選挙権のない子たちに投票してもらう模擬選挙という活動を行っていました。その結果、僕は NHK のおはよう日本やクローズアップ現代、それ以外にも日本テレビ、フジテレビ、テレビ朝日、それ以外には朝日新聞1面、読売新聞1面、日経新聞2面、そしてこのあイらのアンダー2 5という企画では、2面フルカラーでこのような変な格好を取り上げていただきました。 変わってますよね一見今の話を聞くと僕の人生は順風満帆でうまくいってるように思うと思いますでも僕の人生は山あり谷ありでした今日は今まで全く話すことのなかった僕の過去そして今についてお話しさせていただきたいと思います僕の人生は先ほども述べたように戦略と情熱と 演説ですこの3つが僕そして僕の仲間を話すと思いますでは少し話を変えて1たす1は2この子供たちで1たす1が2が分かる人、まあ、もちろん1たす1は2は分かりますよねでも小学生の時僕のクラスの子が言い出しました先生どうして1たす1が2なんですか僕には全く分かりませんそうですこれが僕でした 当時先生はみかん1個とみかん1個合わせると2個になるよねと説明しましたでもみかんって食べるときむきますよねそうすると1たす1は2じゃなくて10かもしれない12かもしれないですよね僕は先生に言いました1たす1が2がわかりません授業中騒ぎました先生はいや青木君ちょっと本当にみんなの迷惑だから 静かにししてててくれるって言いましたみんなの教室にもいきなり1たす1が2が分からないって騒ぎ出す子がいたら迷惑だよね、まさにその通りだと思います、僕も、そしてそれ以外にも授業中、分からないことがあるといきなりうろうろしだして、黒板に好きなことを書いたり、疑問を感じると手を上げて、先生、これ分かりませんとずっと言っていました、そんな僕は小学生の時学校中の先生たちから、青木君、君、本当に病気だからと言われ続けてきました。 今となって母に聞いてみるとちょっと本当に障害を抱えてるかもしれないからしっかりとした総合病院に行って全身を検査してもらってそういう学校に行った方がいいんじゃないですかと言われ続けてきました僕は病気と言われた小学校6年間を経てきましたでもそんな病気な病気と言われ続けた僕なりに許せないことが一つありましたみんな昼休みにサッカーとか校庭ですると思うんだけど僕の小学校はサッカーができませんでした 小学生にとってサッカーができないということは僕にとって学校に行く理由がありませんでしたサッカーをしに学校に行,い行っていたのでサッカー禁止と言われてしまいあもう学校行く必要ないなと思ってしまいましたでもそんなんで学校行かなくなっていいわけがありません僕はじゃあなんとか変えたいなと思いましたサッカーがとにかくしたかったんですじゃあどうすればサッカーできるようになるかなと僕は思いましたああ生徒会長になればいいんだ 僕の小学校は少し変わっていて選挙によって生徒会長が選ばれていましたそして生徒会長生徒会というものは先生たちと対等に話す力を持っていましたこの時に僕はあ生徒会長になればルールを変えられるかもと思いましたしかし僕の小学校は私立で女の子が8割男の子が2割しかいませんでした男の子の生徒会長が誕生したことは学校の歴史で一度もありませんでしたでも僕は とにかくサッカーがしたいサッカーしたいんだと思い、生徒会長に立候補することにしました。ここでさっき挙げた3つのうちの1つ目の戦略を使いました。女の子が多い中で、昼休み、一人一人の女の子のところに行って、いや、僕が生徒会長になったら、君がやりたいこと一緒にやろうよ一人一人口説き落としてきました。その結果、選挙の結果を開けてみると、僕が圧勝で生徒会長になることができました。で、僕は、 小学校で生徒会長になり、実際に昼休みにサッカーをしたり、それ以外にも、毎朝校長先生と話す時間すごい長いじゃないですか。自分あれが嫌だったんですよ。だから、いや校長先生に、あなた話す時間短くていいから、生徒に時間をくださいと言って、実際僕たちが朝話す時間というものをもらいました。こうすることで、あ、意外と言ってみると変わるんだなと僕思いました。そして僕は中学に入りました。でもここはまた変わった環境でした。僕の、 左隣の席には野球で全国大会に出ている子がいました。隣のクラスには今もなお俳優として活躍している子がいました。さらに隣のクラスには最近メジャーデビューしたラッパーの子がいました。そしてさらに奥のクラスには今もなお日本代表として活躍している選手がいました。こんな時に僕は、ああ、自分って何も取り柄がないな。僕は何か変わりたいと思いました。中学1年生で何か変わりたいと思い、 でもやっぱりすぐ変われないですよね。僕はすぐに変われませんでした。そして中学3年,間も3年生になりました。僕は何か変わりたいと思ったけれど、ある一つのことで気づきました。ああ、環境を変えればいいんだ。環境を変えれば自分は変わることができるかもしれないと思いました。そして僕は何か変わりたい。ただそれだけで、英語も学年だと下から数えた方が早い成績でした。 なのにもかかわらず、学校の先生に頭を下げ、親に頭を下げ、環境を変えたいからアメリカに行かせてくださいと言いました。大反対されました。でも僕は、環境を変えれば自分が変われると信じました。そして、無理やり自分を信じ、アメリカへ行くことに決めました。当時15歳でしした。そして、 そしてアメリカへ行くとまた変わった環境でした2009年の夏ちょうどオバマ大統領が大統領になった瞬間でした教室に行ってみると柄の悪いアメリカ人が机に足を乗せまた隣の子はコーラを片手に授業を受けさらに隣の子はくちゃ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 させながらガムを噛んでいましたでもいきなり授業が始まるとオバマ大統領のスピーチを見せられました柄の悪そうな子たちがスピーチが終わった瞬間に 一人一人語り出しましたいや自分はアメリカをこうしたいんだ社会をこうしたいんだ何を言ってるかわからない子もいましたが自分の思いを伝えていましたこの時に誰しもが思っていること考えていることを伝えていいんだと思いましたこれが僕の3つ目のスピーチですそして僕はその1年間のアメリカの生活を経て日本へ帰ってきました僕は日本へ帰ってきて 自分なりに政治の勉強をしました実際に政治塾へ全国最年少で入ったり衆議院議員の方の下で月に1回お話しさせてもらったりいろんなことをしました自分はヤフートップニュースに取り上げられたり多くのメディアのに取り上げられていました自分はあ社会変えられてるかもしれない自分何か動かしているかもしれないと思いましたでも当時一番仲の良かった親友のクラスメートに言われましたお前って何か頑張ってんだけど 俺にはお前の凄さが全く分からないと、僕はこの時に気づきました。戦略と情熱とスピーチ、この3つを忘れていたと、そして僕は一人でいくら動いていてもだめだ、チームを作って仲間と共に前へ進まないといけないと思いましたそうです、みんなも教室に友達がいるように、仲間を巻き込んでやらなければ意味がないのです。 思い出すと、小学生の時、自分自身は何もできなかったけれど、戦略を持って女の子たちを口説き落とし、情熱を持って自分の思いを伝え、そしてみんなの前で話せるスピーチという場所で、自分の考え、そして皆さんを仲間にしてきました。僕自身、スポーツもできません。正直言ってしまえば、勉強もできません。そして、見ての通り、ルックスもよくありません。 そして今大学1年生にもなって落ち着きも全くありません。取り柄もありません。そして小学生の頃は病気だと言われて続けてきました。でもこんな僕でも最強のチームは作ることができると信じています。今僕は戦略をもって数少ない自分が信じた仲間を巻き込みそして情熱をもって多くの同年代そして多くの人たちに向かって自分の思いを伝えてきました。そしてスピーチで 全く興味のない知らない人たちを巻き込んできましたこれなら僕にできるこれがまさに僕にできることと僕は信じていました今僕には僕を信じ常に歩み続けてきてくれる5人の初めから仲良かった仲間がいますそして僕には今この瞬間も考えていてくれるそして何かしたいと努力してくれている僕の団体の仲間がいます僕には 僕が国会議員の方と討論をするというときに全国から集まってくれる300名を超える多くの高校生がいます。僕には僕を信じ、僕を応援してくれている国会議員の方たちがこのようにいます。そして僕には政治なんか全く興味がないけれど僕自身に興味を持ってテスト前に政治経済の範囲を教えてだったり 自分の親が次選挙どこにいればいいかわかんないんだけど、青木くん教えてくれるという仲間がいます。そして僕には関係ないけれど一つの高校というコミュニティで繋がれる多くの同志がいます。そして僕には僕に火をつけてくれる常にアメリカで頑張っている僕のライバルがいます。そして僕には僕のことを常に支えてくれる人がいます。そして僕には 僕の、僕が背中を追いかけられるように常に前を進んでくれている僕の先輩がいます。そして僕には僕のことを常にソーシャルネットワーク上で見ていてくれる人々がいます。ツイッターもそうですね。そして僕には僕を信じ、夢を追いかけ、そして僕の背中を押してくれる兄弟がいます。僕には僕が病気と言われ続けても僕を信じ、病院に行かせずに未だに応援してくれる両親、そして家族がいます。 僕には今日僕の話を聞いてくれる皆さんがいます。そして僕には日本人であるということをアメリカで気付かさせてくれて帰ってくる日本という国があります。僕には常に平然と暮らすことができて当たり前の日常生活を送ることにできる社会というものがあります。僕には何でもあります。僕一人じゃ取り柄もない、勉強もできない、スポーツもできない、ルックスも良くない。だけど僕には皆さんがいます。 僕は日本を変えられません。でも僕らは日本を変えられると僕は信じています。最後に一言。小さいみんな、僕は小学生の頃ひたすら病気と言われ続けてきました。僕は小学生の時病気と言われ続けながら僕を信じてくれた親がいました。そして自分を信じ自分の好きなこと、自分が夢中になれることを目指し前を進んできました。そしてお父さんお母さん。 お子さんのことがすごい心配だと思います、僕自身も親にすごい心配されてました、でも僕のことを信じ、背中を押して温かく見守ってくれた両親がいます、皆さんにはお子さんがいて、そしてお父さん、お母さんがいます、一人じゃ何もできない、僕一人じゃ日本は変えられません、だけど僕らなら日本を変えられる、僕は常にそう信じてこれからも歩んでいきたいと思います。皆さん本当にありがとうございました